上佐中野駅は千葉県泉郡大滝町堀切りにある小湊鉄道、泉鉄道の駅である。小湊鉄道線、泉線が乗り入れ、接続駅となっている。小湊鉄道は当初、内房線の五井駅と外房線の安房小湊駅を結ぼうとしていた。一方で、当時の国鉄は大原駅と木更津駅を上佐亀山駅を通じ、現在の久留里線を経由して、 結ぼうとしていた。二つのならなかった、房総横断線が当駅で接続した。小湊鉄道線で唯一市原市でなく大滝町に、ある。小湊鉄道、泉鉄道それぞれに、単式ホーム一面一線を有する地上駅。駅舎に接するホームを、小湊鉄道が、奥側のホームの片面を、泉鉄道が使用する。二路線が接続するが無人駅となっており、 友人時代は1989年あたりまで木造の駅舎が存在していたほか国鉄の職員が常駐して小港鉄道側の駅業務とタブレットの取り扱いを行っていたただし駅施設自体は小港鉄道が管理していたため窓口で販売された国鉄 JR 東日本の乗車券には発行駅に私鉄の管理駅を示す 丸か込みで、車の記号がついていた。駅構内には、公衆トイレはないが、駅舎に向かって、左側に、公衆トイレがある。小港鉄道と泉鉄道の本線はそれぞれ、車止めになって接続していないが、駅舎と反対側にある側線で接続されており、乗客の取り扱いはできないもの車両の往来だけなら、可能になっている。2011年5月には、 いすみ鉄道の保線用モーターカーが小湊鉄道に譲渡され、この側線を経由して小湊鉄道5位期間区まで改装された。なお、有人駅時代は、島式ホームの駅舎側も小湊鉄道が使用し、両線のレールが接続されていた。小湊鉄道側は、養老渓谷駅等駅間の列車本数が1日、6往復、5往復である。また、小湊鉄道線、 いすみ線とも列車の停泊がなく、そのまま折り返す。1日平均乗車人員は以下の通りである。近年の1日平均乗車人員推移は下表の通り。紅葉のシーズンには観光客で賑わう中野駅停留所いずれも小港鉄道バスの運行。養老渓谷への路線バスによるアクセス拠点の一つとなっており、観光シーズンの土日祝日等には、 臨時の単勝バスが運行される。ありがとうございます。